清原恵子は、日本の政治家。元東京都三鷹市長。東京都武蔵野市生まれ。東京都立富士高等学校、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。1976年、慶応義塾大学大学院法学、研究科政治学専攻修士課程修了。1979年、慶応義塾。 大学大学院社会学研究科社会学専攻、博士家庭担任取得満期大学。1980年から、慶応義塾大学文学部及び、教林大学医学部で非常勤講師を務め、1983年常磐大学人間科学部専任、講師に就任。1987年から、ルーテル学院大学文学部助教授、1992年に、 ルーテル学院大学文学部教授に着任。1999年に東京工科大学メディア学部教授に着任し、2002年4月から2003年2月まで学部長を務める。また、大学教員在職中から三鷹市民プラン21会議共同代表を務めていた。2003年。 同年の三鷹市長選挙に不出馬を表明した安田洋次郎から後継指名を受け、自由民主党、公明党の推薦に加え、日本共産党から事実上の支援を受けて三鷹市長選挙に出馬。民主党、社会民主党が支援する元三鷹市議会副議長で、前市議の高井明宏、革新刑務所属の元市議、大田雅子を破り初当選を果たした。 選挙後、三鷹市の民主党支部も清原への支持を表明し、三鷹市議会ではオール与党体制が確立された。なお、2003年の市長選で清原を支援した日本共産党はオール与党体制には加わらず、2007年、2011年、2015年の市長選では推薦候補を擁立したが、いずれも現職の清原が対立候補を大差で下している。 他選への批判は避けられないと見た自民党三鷹総支部長の吉野敏明元扉は2018年12月から水面下で清原にご選出馬を思いとどまるよう工作を進めたしかし清原は屈指せず党から推薦が得られないと見るや2019年2月6日に続投を表明した同年4月の市長選で元副市長の河村隆に敗れ落選 女性の市長としては、初めて4期16年の任期を終えた。ありがとうございます。